イズミットはトルコの都市、コジャイリ県の県と、人口は約21万人。古代においてはニコメディアと称された。1999年にイズミットを中心に M7.4 の大地震が発生して多くの犠牲者が出た。マルマラ海東部イズミット湾に面する港湾都市、工業が盛んでトルコ最大の都市であるイスタンブールとは高速道路網で結ばれている。 隣の都市としては、約100キロ南西に、ブルサ、85キロ北西に、イスタンブールが位置している。前8世紀頃、すでに都市が建設されていた。前3世紀、ビティニア王国のニコメデス一世によって再興し、ニコメディアと称された。3世紀後半、先制君主制を創始したローマ皇帝、ディオクレティアヌスは、帝国を4つに分けて統治する政策を取った。この際、 ニコメディアは東方制定の支配拠点となり、コンスタンティヌス一世と争ったリキニースなどが統治した。324年にリキニースがコンスタンティヌス一世に敗れるまで、ニコメディアはローマ帝国の東の都であった。コンスタンティヌスは330年にビサンチウム近郊に新ローマの創設を宣言したが、コンスタンティノープルが設立されるまでの6年間はニコメディアに住んだ。 337年コンスタンティヌスはニコメディア近郊の別荘で亡くなった。ニコメディアはコンスタンティノープルに向かう道路が集中する場所であったためコンスタンティノープル創設後もその重要性を保った。6世紀末まで町はビサンチン帝国の支配下にあった。その後セルジュークトルコによって一度占領されるものの第一回十字軍によってすぐに奪還された。 1204年の十字軍によるコンスタンティノープルの占領後、町と他のビチュニア地域のほとんどがラテン帝国の一部となった。1235年頃、ニカイア帝国が町を占領し、14世紀前半まで支配した。1338年、町はオスマン帝国によって征服された。第一次世界大戦中の1918年11月20日。 イギリスによって占領され、1920年10月26日には、ギリシアによって占領された。トルコ独立戦争中の1921年6月28日、トルコ軍によって街は解放された。ありがとうございます。